ジョン・ジャーディーはアメリカ合衆国の建築家。ジョン・ジャーディーはイリノイ州で生まれたが貧しい家庭で育ち、家族は引っ越しを繰り返した。幼年期には捨てられたガラクタを集め、裏庭で建築物を作って一人で遊んだという。寂しく過ごした追い立ちが彼の作品が人々が共有できるスペースを多く有するようになったと影響したのでは、とインタビューで述べている。 最初、父親に建築家になるのを反対されたため、カリフォルニア大学ロサンゼルス校にて工学と美術を学んだ。ある時、アルバイト先の建築現場に来ていた、南カリフォルニア大学の学長が彼の描いたデザインスケッチを見て、非常に感銘を受け、南カリフォルニア大学に奨学金を得て編入し、建築学を専攻した。大学卒業後は、建築事務所に勤務し、 郊外都市のショッピングセンターの設計を多く手がけるようになる。1977年に大手デベロッパーからカリフォルニア州サンディエゴ市内にホートンプラザの設計を依頼される。ホートンプラザは商業的に大きな成功を収め、その後ロサンゼルスオリンピックの都市計画、モール・オブ・アメリカ、フレモント・ストリート・エクスペリエンス、ベラージオ、キャナル・シティ博多。 リバーウォーク北九州、グランドパークをたる、電通本社ビル、ナンバパークス、六本木ヒルズ、ラッチッタデンラなどの商業施設の設計を手掛けた。彼は、ガンとアルツハイマー型認知症を患い、2015年2月9日、ロサンゼルス市のブレントウッドの自宅で亡くなった。75歳だった。ありがとうございます。